今日も元気にメトロやっていくよ。前回、女の子を助けて通信センターの案内をしてもらうことになったよ。でも、女の子は電源を見張ってるから一人で行けってさ。案の定単独行動。もう慣れたよ。お前の責任から。ロンリーウルフはオンリーワンよ。ナンバーワン目指してどうぞ。どうやら雲は光が苦手みたいだね。だから、アタッチメントを高出力フラッシュライトに変えてきたよ。地獄の豪華に焼かれて死ね。貴様など近接攻撃で十分よ。全身全身また全身。この閉鎖空間的な雰囲気は前作、前々作に似てて好き。そしてなんだか広いところに来たよ。一体何があるというのかね。夢と希望よ。あ、フラッシュライトはこの手回し発電機で充電できるよ。敵登場。充電中に出てくるのはやめてください。おら、ついに銃弾すら使わなくなったか。おで銃使えない。ゾンビになっちゃった。ああもうめんどくせえわしね。本性出しちゃった。全身全身。横から来るぞ気をつけろ。めっちゃ綺麗に避けやがった。地獄の豪華に焼かれて死にな。いいぞ頑張れドラゴンズーもうえよドラゴンズー。落合監督の頃は強かったんだけどもうすっかり再会が定位置になっちゃったねー。はい、電力起動します。こんな暗いところじゃ雲の楽園だからね。いでよドラゴン、つけよ電灯。そしたらその辺を探索してから前進するよ。あと、ダミールが助けに来てくれたね。このハゲー。毛根に回す栄養を筋肉に回してるだけだから。オープンザプライス。お出迎えありがとうございます、しね。なんかこの会話敵の量がレベチだね。でも、二人が電気をつけてくれたからなんとか進めそうだね。神には見捨てられたけど、仲間にはまだ見捨てられてなかったよ。でも近寄りはしないでください。どうやらここが司令室だったみたいだね。今となっては面影を残すのみよ。ああこの世は無常なり、無常なり。ナイフを投げたと思ったら空き缶だった。しかも当たんないんかい。燃え上がれ。消えてなくなれ。それじゃあトイレを越えて前に進むよ。ちまる子以外ズタズタに切り裂いてやるよ。呪いのデイボの最後かな。あいつのスタンドクソ弱くね。そしてある部屋に入ったところ、この人が持ってるのってもしかして。やっぱり、この家族写真はあの女の子のだよ。持って行ってあげよう。見返りに金でもくれねえかな。なんだこのゴミ。その後も虫を燃やしながら進むよ。お物は消毒だ100パー。壊れちゃった。は、帰ってきた？やっぱりガンパウダー決めるのはほどほどにしないとね。何そのアルチューパウダーの上位互換は。なんだかんだあったけど保管室にたどり着いたよ。1970年からの衛星画像が保管されてるみたいだね。そして欲しいのは戦争後、2013年以降の画像だよ。少年画像探索中。もういいよ、不算定期。外れ。外れ。お？外れ。外れ。これは、確定演出はいりました。来たー。大当たり。あとはこれを持って帰るだけだね。ゆっくり待っていてね。そしたら、電力が足りなくてエレベーターが車で耐久することになったよ。なんてご都合主義だー。そういうこと言うな。電気がなくて空調が動かねえから空気までダメになってきたよ。お前遠距離から糸吐いてきやがってうざいんじゃ、死ね。下手くそのワンポイントアドバイス。できる限り壁を背にして戦った方がいいよ。知ってた。少女耐久中。はよエレベーター来ねえかな。来ました。さあ地上へ帰りますかね。上がった先には二人が戦っていました。ここまで来るなら主人公のとこまで来てくれてもいいんじゃ。近づきたくないんで。お前も近づきにしてやる。みんなで戦いながら脱出。みんなは銃で、私は拳で。この脳筋。火炎攻撃の親玉みたいな攻撃しててくさ。アップで家族写真です。
ケプラクメ。ありがとう、アルチョム。誠意とは言葉ではなく金額。死ねば。これをやろう。幼い頃に父がくれたものだ。なんか水筒もらったよ。まあ女の子にでもあげようかな。小さい女の子がいるんだろう。今回はここまで。彼女にあげてくれ。